歴史的な緑を継承する神宮の森。1958年、国立競技場はこの緑豊かな明治神宮外苑の中に建設された。それ以来、日本のスポーツの聖地として数々の名勝負を見守ってきた。その歴史と記憶を継承し、新時代のスポーツと文化を発信するスタジアムとして、国立競技場は今生まれ変わる。神宮の森の豊かな緑と調和する、それは木と緑のスタジアム。2016年12月、いよいよ建設が始まる。多くの人の思いと情熱とともに工事は着実に進み、木材と鉄骨を組み合わせた大きな屋根は最先端の技術と匠の技で作り上げる。世界に誇る日本らしいスタジアムが2019年11月に完成する。東京の真ん中にある日本人の手で作った自然の森。100年続くこの神宮の森の中に、これからの100年を見据えて立つ新しい国立競技場。緑豊かな周辺の環境と緩やかにつながり、日本らしく佇む木と緑のスタジアム。スタジアムの外周に設けた杉で覆われた軒庇差しは、日差しを遮り、心地よい風を観客席へと導く。豊かな緑と里の風景を奏でる大地の森。東京の都市景観を望む一周およそ850メートルの空の森。地上からおよそ30メートルに位置するこの場所は、市民が気軽にスポーツに親しみ、散策を楽しむことができる。日本の伝統的な建築の特徴である軒庇差しが柔らかな陰影を作り、スタジアムを訪れる人を温かく迎え入れる。ここは森の木々に覆われたスポーツの舞台。全ての観客席から木のぬくもりを感じられる大屋根が、観客とアスリートを温かく、そして優しく包み込む。選手と観客の一体感を生み出すすり鉢状の3層スタンド。常にベストコンディションを維持できる高性能なフィールドは、アスリートが最高のパフォーマンスを発揮できる舞台となる。全ての人々が安心して利用できるユニバーサルな環境。室内にも積極的に木材を利用した日本らしいおもてなしの空間が、新しい時代のスポーツや文化を世界に発信する。新しい国立競技場は、日本が世界に誇るナショナルスタジアムとなる。周辺の貴重な緑を未来に残し、市民に開かれたスタジアムであり続ける。
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会。この新しい国立競技場を舞台に、世界中のトップアスリートが躍動し、世界が感動する。その感動の記憶をレガシーとして次世代に継承する。100年後も多くの人々が集い、緑豊かな神宮の森であり続けるために。皆様いかがでしたでしょうか。未来に向けて夢が膨らむ新国立競技場のイメージムービーをご覧いただきました。